私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。そんな武井がなぜ炎上のリスクを冒してまで坂本の件に言及したのか。武井壮が炎上を覚悟で巨人坂本勇人の醜聞を擁護した謎、原田裕二の不倫報道にも言及。武井は11日の YouTube ライブ配信で、坂本ね、会ってみたらわかるけど、それはモテるわって思うよ。スーパーかっけーから、それをなんだかよく知らない人がリークしてるっていうのはなんだかなぁと思うけど、と、坂本選手の擁護とも取れる発言を繰り返し、ネットを中心に炎上した。巨人坂本勇人選手の女性トラブルが飛び火し、炎上しているのが武井武49だ。無関係のところに飛び込んで、自ら炎上しに行った形だが、さすがに武井もまずいと思ったのか、16日、次男や週刊誌の前に二人で出した子供に心から手を合わせて反省して詫びろ、などとツイッターで怒りの投稿をしたが、それに対しても、どの立場から言ってるの？世論が味方につかなかったから急に言い分変えてきたな、とネットの反応は冷ややかだった。さらに、彼と女性との間にあったことを、ああだこうだ言うつもりは一切ありません。ご自身同士で解決してください。私がコメントする範疇ではございません。という言葉に対しても、ネットでは、だったらなぜコメントした？関係ないなら黙ってたらいいのに、とツッコミが入っていた。武井は、百獣の王という異色のキャラで人気を博し、タレントとして活動しているが、もともとは陸上競技実習競技元日本チャンピオンで、坂本と同じアスリートだった。そんな武井がなぜ炎上のリスクを冒してまで坂本の件に言及したのか。資格アスリートとして発言しなかった武井の誤算。さらに16日に投稿したツイッターでは、バカみたいな行為の結果子供できました、産みたい、やめてほしい、別れます、苦しいですじゃねえよ。必要なのは、それを晒す記事でも何でもねえ、中学生でもわかる、性教育、だ、とも投稿したが、坂本選手の行いは明らかに、性教育、で、どうにかなるレベルを超えていることは、誰もが感じていることであり、武井が意見を発信すればするほど、世論との剥離が明らかになる一方だ。武井さんはご自身も同じアスリートであったことも含めて男として感じた一般論よりも立場的にはアスリートとしての問題点などに言及した方がよほど株を上げられたはずです。ご本人的には、擁護の意識もなく、YouTube のライブ配信ということで、居酒屋で男友達と談笑しているような感覚から発せられた何気ない言葉かもしれませんが、俺は坂本のことを知っているし、同じアスリートとして、モテるアスリートの苦悩はわかってる、という一種の自己アピールのような心理もあったのかもしれませんね。武井さんは俳優の原田龍二さんの不倫報道時も相手女性側が週刊文春に告発したことに対し、不倫の記事でリークした女の人を被害者扱いするのはどうかと思うわ。とツイートし、リークした女性に対して強い態度を見せました。今回も坂本選手の一件に便乗し、リークが嫌いな自分の主張を言おうとしただけかもしれませんね。武井は公の場でコメントを求められたわけでもなく、スルーできる場だったにもかかわらず、無関係なところにわざわざ口を出したことで起こった炎上である。SNS 全盛の今、手を出してはいけない悪球を見逃す選球目も問われるようになってきた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。